シークエンサイトモのラジトモ。この放送は私シークエンサイトモが毎週毎週気になる時事ネタ、気になる事象などについて45分近くダラダラと喋っていくラジオ風番組となっております。最近ですね、まあラジトモでなんですかね、ちょっと思ったことをいろいろ言って最近というかずっと言ってるんですけれども、出てまあまたラジトモ好きっていうコメントを見てくださってすごい嬉しいなと思ったんですけど、やっぱりなんかちょっと反省しなければいけないなと思ったことがありましてね、これがマイナスなことを言いやすいよなって思ったんですよ。やっぱ自分自身が僕マイナス思考なんで悲観的というか、それで得してる部分もあるんですよ。例えばですけど、マイナス思考なんである程度準備を入念にしておくっていう癖もついてるでしょうし、そんなに人に期待しすぎないっていうこととか、なんか自分の心身ともに守る防御策みたいなものっていうのは深くできている方なんじゃないかなというふうには思っているんですけれども、ただそれがアウトプットするっていう形だった時にちょっと悲観的すぎちゃったりするところっていうのもあるのかなっていうふうに思ったんですよね。でこれがやっぱりどこから来てるんだろうっていうと、様々要因あると思うんですけれども、一個はメディアだと思うんですよ。やっぱり YouTube とか Twitter とか SNS ですよね。そちらを見ていてもマイナスな意見って非常に多いし、毎日毎日見ていくし、なんか見ていて嫌気がさすじゃないですか、結構いろんなところで。でこの先どうなっちゃうんだろうなーっていうふうに思っていたんですけれども、ちょっとそこに対して回復してきたぞっていうところを今日はお話ししたいなっていうふうに思うんですよ。先日ですね、今ちょっと対談本を作っている、今度出る新書とは別で対談本を作っているんですけれども、その対談本に合わせてその方とお話しする機会があって、まだ名前ちょっと一応言わないでおきますけれども、で今の時代ってどうなんですかねみたいな話をしたんですよ。で、これはその方とのディスカッションの中で生まれたものなんですけれども、やっぱり今が最悪なんじゃないかっていう見方だったんですよ。で僕はこの言葉っていうのは結構嬉しかったんですよね。なんで嬉しいのかっていうところ後で言いますけれども、よく失われた30年、経済的に貧しくなっていったから日本っていうのはなんかちょっと戦々恐々とするというか、なんかなんていうんですかね、ちょっと落ち込み気味な国になってるんじゃないかって意見多いと思うんですけれども、仮にバブル期ぐらい景気が良かったとして、今の日本ってもうちょっと健やかになってますかね。この仮説を考えた時に、まあ皆さん、それぞれの答えが出ると思うんですけど、僕個人の意見ね、僕個人の意見はあんま変わんないんじゃないかなと思うんですよ。であんま変わらないっていうのはどういうことかっていうと、ネット上の言論空間っていうのはそんなに変わんないんじゃないかな、民度がっていうふうに思うんですよ。でネット人の民度っていうのがだだ下がりしたっていうのには結構いろいろ理由があって、これもまあその人との対談の中でも出た内容なんですけれども、例えば2チャンネルだったりとかニコ生だったりとか、まあかつてまだインターネットというものがある程度嗜好品だった時、結構リテラシー持ってる最先端行ってる人しかパソコンって持ってないよね、でパソコン持ってないとネット上のチャットってできないよねっていう時代の方が少なくとも今より民度は高かったんですよ。今よりはね、うん、昔もやっぱり民度が低いというか結構荒々しいものっていうのはあったりしたんですけど、でもそれでも民度は高い方だったんじゃないかなっていうふうに思います。現実問題、アーカイブとかで残っているものが再アップロードされたりとかして見直すってやっぱり今と全然違いますもん、あらゆる SNS が。でそれがスマホができたことによって普及していって、2010年11年とかもっちょ前かな、に出てきたことによって、まあ圧倒的にマスの意見っていうのをバーッと広めれるようになっていったんですよ。でこれマスの意見っていうのは別にそのマジョリティをバカにしてるとかでは全くなくて、あのマスの意見っていうのはネット空間では結構良くない方に行きやすいんですよ。
例えばなんですけれども、心理カウンセリングの人に聞いた最もやってはいけない心理カウンセリングってあるんですよ。まあこれもそのうちの対談の中で聞いてへーと思ったんですけれども、例えばですけれども、そうだな、私会社の上司にこんだけひどいことされたんですよ、最悪でしょ、私のこの上司ってひどいと思いませんっていうふうに言った時に、一番よくやってはいけないカウンセリングの仕方っていうのは、ああひどい上司ですね、本当にかわいそうだと思います、これが一番良くないんですよ。なんでこれが良くないのかっていうと、これは問題の解決になってないんですよ。この上司が悪いというふうになった時に、この上司の良くないよねっていう感情をどう処理していくか、例えばじゃあ客観的に見てどうしようもない上司だったら、その上司といかに切り離した関係に持っていくか、もしくは相互に良くない点があるのだとしたらどのように関係修復をしていくか、いずれにせよ結果どこか解決の糸口に建設的に向かっていくっていうのがカウンセリングなんですよね、てからしいんですよ。つまり傷の舐め合いをするという行為は傷を大きくするという行為にしかならないんですよ。うちの上司最悪ですよねっていうのを共有してですね、最悪っていうのはその問題を肥大化させているだけであって、解決には一切持っていかないから何の意味もない、むしろ逆効果のカウンセリングであるっていうふうに、言われているんですけれども、というかこれはカウンセリング業界の常識らしいんですけれども、これ聞いてね、今ピンときた方っていらっしゃると思うんですけれども、 SNS 上ってマジでこれですよね。良くないとか最低とか、まあ人を誹謗中傷する時もだし、私ってかわいそうとかも全部そうですけれども、同じ意見を持った人同士で傷の舐め合いをするっていう風なことにどんどんなっていってますよね、まあ、この SNS というものっていうのは。でそこに対して何か反対意見だったりとか、これはどうなんだろうっていうのをやると非常に叩かれたりしますよね。お前は分かってくれないみたいな感じでボコボコにされたりとかするじゃないですか。つまりは何も話せない空間になってるってことなんですよ。でこうなってしまった理由っていうのが、いわゆるマスに広がってしまった、一般市民全員がスマホを持ってしまったっていうことにより発生した弊害なんですよ。なぜかっていうと、この傷の舐め合いという行為が人間は最も安易で最も好きだからです。ここから建設的に議論していって、何か正解とかに向かって走っていこうという考えには全くならないんですよ。辛いから。問題解決するのって辛いじゃないですか。今作っている資料もう一回作り直しとなっても辛いし、今作っているネタ全部やり直しってなっても辛いし、解決に向かってやっていくのってすごく辛いし、自分がやっていることを否定されたりとかするっていうのも辛いですよね。つまり一時的な快楽っていうのを得て傷が治ったかのように錯覚するっていう、まあ、本当に麻薬を打ったことによってもっとラリってるのに一時的に正常に戻った気がするっていう風なのと似てますよね。これっていうのをやっていく空間っていうのがネット上の言論空間っていうものに割と変わってしまったと。でこの性質っていうのは、実は日本が豊かである豊かにではないということとはあまり関係なさそうじゃないですか。平均所得がすごく高いとか、まあちゃんと社会保険料とか引かれた上での手取りも十分にあるっていう状態とか、まあ、就職していったら終身雇用で大体で、お給料っていうのもちょっとずつ上がっていて、家とか車だったらローンで買っても問題ないっていう時の時代だったとしても、あんまり変わってなさそうじゃないですか。僕はなんか仮説として想像すると、あんま変わってなさそうだなっていうふうに思うんですよ。要は今と同じ環境っぽいなっていう気がするんですけど、これは知らないです、合ってるかどうか分かんないんだけど、皆さんどう思いますかね。でなんでこうなってしまうんだろうっていう話なんですよ。で人間っていうのは基本的には世界が狭い方が幸せなんですよ。人間の認知できるものっていうののキャパシティっていうのは決まってるから、右から左までどこまでのことっていうのを分かりきれるかなっていうののキャパシティっていうのは決まっているわけですよね。でそのキャパシティっていうのは決まっているし、それをある程度で済ませていた方が、まあなんとなく目に入れたくないものを目に入れないでいいし、まともじゃなくいられるんですよ。これね、まあ
そうね、また勘違いされて取られたりとかするかもしれないんですけど、実はね、まともな人間ほど孤独なんですよ。これもブッダの教えとかにもちょっとつながってきちゃうんで、ちょっと宗教チックな話になってっちゃうんですけど、人の心理とか自分の内側に根付いている思考心理みたいなものだったりとか、摂理とかっていうものを根底から考え突き詰めていく、いわゆる哲学みたいなことですよね、っていうことを真剣に考えて落とし込んでいってきた人の方が孤独なんですよ。でこれはなんでそうなるかっていうと、単純化された正義とか悪っていうのがなくなるからなんですよ。でもこれだと資本主義って回らないじゃないですか。みんながみんなそれぞれの宇宙を個人の中に持っていって、自分の幸福感っていうのを持ち、尺度を持ち、そして落とし込んでいったことによって、安易に言動を言わない、安易に行動しないとかっていう風になっていっちゃうと、お金っていうのが流動しなくなっちゃうから、資本主義との相性は非常に良くないんですよね。でこれによって我々っていうのは何をしているかっていうと、単純化された資本主義的考えっていうのを持つようになっていくんですよ。例えば生きていて、これが正解、これが、不正解、こっちが真実、こっちが嘘みたいなものっていうのをすごく二対立的な構造で理解していって歩んでいくっていう方向に、なんとなくシフトチェンジしていってしまったりするんですよね。でもそれって実は結構危険だよっていう、人を痛めつける人間っていうのは正義の、まあ、槍を持ってるわけですから、自分は悪者だと思った悪事を働く人っていうのはほぼいないので、大体みんな自分は正義だって思って何か行動したりとかしているものなので、この辺っていうのは結構危険極まりないものだったりするんですよねっていうふうには思うんですよ。でこの危険極まりない状態っていう方にちょっとずつチューニングされてしまったのが現代人であるというふうに思うんです。なのでみんな孤独であることを恐怖する人っていうのが非常に多いんですよ。例えばですけれども、まあちょっと古い考え方になっちゃいますけど、僕が小さい時っていうのは結婚するのは当たり前、逆に結婚しないと生き遅れって言われたりしちゃったりね、クレヨン信者とかでも出てくるけど、そういう言い方をされてしまったりとか、親戚一同から早く結婚しなさい、結婚はいつなのってすごいおせっかいなこととか言われたりする、結婚しないって良くないことなのみたいなぐらいに思われたりするっていう。でも実際考えてみると、周りの人間っていうのを一人一人個人レベルで落とし込んで、自分のことっていうのもすごい深層心理まで落とし込んで考えてしまうと、結婚っていう選択肢ってほぼほぼ取れないんですよ、まともであればあるほど。でだからいわゆるまともじゃないっていう状態が正解であるっていうふうに持っていって、僕らっていうのはまあ結構洗脳されつつ生きてるって、別に結婚否定してるわけでは全くないんですけれども、でもこれ何でもそうなんですよ。学校生活においてもそうだし、社会生活においてもそうなんですけれども、まあちょっと深くまで掘り下げて考えてしまうと、あいつ変だよね、ちょっと浮いてるよねみたいな感じで思われがちになっていくっていう構造っていうのは出来上がってしまうんですよね。はい。で、詰まるところ人に口出ししたりとかをしなくなっていくっていうことなんですよ。まともであればあるほどね。人にお前こうしろよとか、反省しろとか、これが正解なんだよ、バカじゃねえのみたいなこととか、ものをはっきりボンボンボンって言っていく人たちっていうのは、愛情を持って言ってるパターンもあるんだけど、実はまともから遠のいている可能性が高い。まあまともとは何だっていう定義にもなっていくんですけれどもね、これを言っていくと。はい。でまあ話は戻っていくんですけれども、その落とし込んでいくっていうのは、先ほど言った通り自分自身をまず見つめなきゃいけないわけですよ。例えば僕だったらね、シークエンスハヤトモっていう人間、まあもともと普通のハヤトモっていう人間の
歴史とか過去とかっていうのを掘り下げていって、こういう経験してこういう痛みこういう喜びっていうのを味わって大人になって今こういう人格形成がされてるんだなっていうふうに考えると、そこまで遡ってグーンと落とし込んでいってから、物事を見たり聞いたり考えたりしないと周りの感情なんか分かんないし、周りの声なんかちゃんとまともに聞けないし、人と会話っていうのもなかなか成り立たなくなっていくわけで、要は自分っていうのを見つめないと人のことを理解するなんて無理なわけですよね。でも自分のことって一番わかんないじゃないですか、ぶっちゃけ。僕はある程度わかってる気ではいるけれども、それでもわかってないところがあるかもしれない、自分のことっていうのは誰しもが俺って何なんだろうってね、もう何かを求めて自分探しにインドの旅に出かけましたとかっていうのね、一昔前だと流行ったりしてましたけれども、この自分っていうものを落とし込む時間っていうのは何の時間にやるんだっていうと、暇な時間にするんですよね。ぼーっとしてる時が脳が一番集中力が高い時間だなんて各所で言われたりしてますけれども、そのいわゆる自分って何なんだろうみたいな中二病タイムっていう時に自分を見つめるわけですよね。だから中二病って必要な時間なんですよ。人生って何なんだろう、俺って何で生まれてきたんだろうみたいな、大人が聞いたら笑っちゃうようなことを考える時間って、まあよく中学生の時に訪れたり思春期に訪れたりするじゃないですか。あれってバカにされがちな象徴ではあるんですけど、すごく必要な時間なんですよ。すごーくぼーっと葉っぱをくわえながら土手で横になって空を見上げながら、俺って一体何なんだろうみたいにしてる時間っていうのはめちゃくちゃ大事ってことなんですよ。だってそれをやらないと人のことなんてわからないから。でも今これやる時間ないですよね、正直あんまなくないですか。もうね、僕自分が病気だなって思ったんですけど、この間なんかちょっと景色がいいところに一人でベンチでポンと座ってた時にいろいろ考えようと思ったんですよ。景色いいし、遠くの方を見つめながら自分の仕事のこととか家のこととか、まあ経済的なこととか人生についてとか、なんかいろいろと物思いにふけてみようって思ったんですよ。数分と持たずに俺の左手が携帯を出すんですよ。スッとぼーっと遠くを眺めて物思いにふけるっていう行動を取ろうとすると、いつの間にか左手が携帯電話をサッと出すんですよ。何か見ようとするんですよ。ツイッター、YouTube だとかインスタだとか何かを見ようとするんですよね。でそれをやろうとした瞬間に、ああダメだ、これじゃダメだ、違う、もっとなんかほげーっと目的なく考える時間っていうのを作るために、今俺はこの時間を設けてるんだから、ぼーっとしなきゃ、ぼーすらーって出すんですよ、やっぱ携帯を。うわ良くないわって、要はもう脳内快楽、脳内麻薬がそのショート動画とか YouTube とか SNS を見ることによって分泌されるのが分かってるから、体が出すんですよね。出そうと思ってないんですよ自分で、でも出ちゃうっていう、これは末期だねと思って、まあ、そういう仕事をしてるっていうのもあったりするんですけど、まあね、ネットとかを使う、でもまあ末期ですよねっていう風に考えちゃったんですよ僕は。でこれはもう僕より下の年齢になればなるほど多分そうだと思うんですよね。集中して何かを見たりとかぼーっとするっていうのってちゃんちゃら無理だよっていう人結構いらっしゃるんじゃないかなっていう風に思うんですよ。まあそんなことなかったらそんなことないのかもしんないけど、いやでもね間違いなく多いと思う。今32の僕より年下の人たちは間違いなく多いと思うんですよ。そうすると自己理解をする時間ってないんですよね。なんかこれはちょっと飛躍しちゃった考えになるんで、もしあんまいないけど若い視聴者の方いたら違うぞお前と思ったら否定的なコメントしてほしいんですけど、もう何だろう例えばだけど遊園地とかディズニーランドとかさ、あと映えスポット、渋谷でも原宿でもいいけどとか行くとさ、まあ TikTok なのかインスタグラムなのかわかんないけど、なんか生垣にポンと携帯置いて、なんかこうやってなんかこんなやってなんか踊ったりしてる女の子いたりとか、なんかこうやって立ち上がってなんか明後日の方向向きながらカシャって撮ってる子とかね、いっぱいいるじゃないですか。
でもあれはね、まあもちろん SNS にアップするためにやってるんでしょうけど、信じられないぐらい加工するじゃないですか、正直ね。まあ、あんま見ないけどさ、インスタとかでその若い子のやつとかがなんかたまにおすすめでピョンとか流れてくると、もうこれ原型とどめてないんだろうなっていうぐらい加工してるの、男女ともにね。あれはさ、自己理解ではなくてさ、自己逃避に近いよね。どう思います？そんなことないのかな。そんなことない。あ、でもまあだから整形が流行るのかな。どうなんだろう。だって例えばだけどさ、マジでやんないけど、例えば早友がなんか柱とかに携帯ポンと置きまして、でちょっと引いてさ、でなんか映えスポットでさ、なんかキシッとか、なんかクシッとか、なんかさ、でなんかキシッとか、なんかこうやって写真撮ってさ、でバッと見るわけじゃん。で加工していいんでしょ。加工していいんだったらさ、あー首デブだな、ちょっと首シャープにしようとか、肉がここバーっとついてんなと思ったりとか、うわ肌汚い、肌きれいにしようとか、鼻低いな、ちょっと高くしようって、でもやっぱりこうしたいなっていう欲はさ、いやあるわけですよ。自分の顔が100点満点かって思ってるかって聞かれたら全く思ってないので、もっとこうしたいなとか、こういう顔いいなと思う憧れは、それはやっぱみんなあると思うんですよ、何かしらね。自分の顔大好きっていう人って本当に多分一握りだと思うから。でもさ、それってさ、やればやるほど俺じゃないじゃん。老害なんだろうね、こういう意見って老害なんだろうけど、まあ聞いてよ。それってね、俺じゃなくしていくわけじゃん。顎のライン削って、目を大きくして、鼻高くしてっていうのをやっていけばやっていくほど、俺は自分の手で自分自身を俺じゃない人間に変えていっているってことだと思うの。そう考えるとよ、そう考えると自分のことを多分棚に上げていく気がするの。そんなことない？そんなことなくあってほしい気もするんだけど、どうだろう、わかんない。僕若い子の友達がいないからわかんない。本当にわかんないから、これは妄想です。もし僕の視聴者でなんか若い男の子女の子とかいたら、はやともそれは違うぞって思ったら書いてね、全然書いてね、書いてほしいんだけど、予想で言いますよ、予想で言いますけど、自分から逃げていい行為っていうのをやっていいんだったら、いくらでも逃げたいんですよ、もちろん。だってさ、今僕はダイエットしてるけど、本当はなんかうまいもん食ってブクブク太ってさ、で好きな時にカーって寝てさ、で豚みたいな状態になっちゃってさ、でも嫌だってなるじゃん。それは好きなだけ自堕落な生活をしてるからそうなってんのに、やっぱり嫌だと思うから、もし逃げていいんだったらさ、写真撮った時に全部削ると思うの。もうダーッといい状態に変えていくと思うのね。でもそれってさ、自分から逃げるわけじゃん。ってなると、なんか本来の自分と向き合う必要っていうのがなくなっていく気がするのよ。てか別にいいやってなるし、で SNS 上の俺はこんなにかっこいい、こんなにイケメンで、リプランとか見てもかっこいいですみたいのがたまに来てる。よし、じゃあ別に痩せないでいいや、このままでいようっていうふうに思ったりとか、まあ、もしくは、あ、俺ってここ変えるとこんなにいい感じになるんだ、あ、じゃあ整形しようってなって整形してみたりとか、まあそれで整形が流行ってるのかもしれないけど、なんかね、整形全然反対じゃないんですよ。別にしたい人はした方がいいし、自己肯定感上がるんだったら整形って大賛成なんだけど、そういうロジックでの整形ってちょっと違うと思うんだよなね。うわ、もう喋れば喋るほど老害俺分かってて喋んのってしんどいで、でもいいか言わせてください。例えばなんだけど、自己理解を深めていて、例えば好きな人に告白して振られるっていう経験をしてみたりとか、そうだな、なんか誰かに臭いって言われる経験してみたりとか、
でもそんな太ってるぽよぽよの感じも好きだよって逆にそう言われたりとか、なんかそういういろんな意見を取り入れていくことによって、なんとなく自分っていうのは社会の中でどう思われてるのかっていう自己理解っていうのを深めていくし、俺自身は自分のことをどう思っているのかっていう自己理解がずいぶん深まっていくと思うんですよね。でそれがずーんと落とし込めた後に、ここの点っていうのはもう自分の努力とかじゃどうにもできないなっていうところで整形するっていうのってむちゃくちゃベスト回答だと思うんですよ。 めちゃくちゃベスト回答だと思うの。例えば鼻をピュッとちょっと高くしたら、あ、もう最高じゃんとか、ここのエラのところの脂肪を数 cc 吸引したら、あ、すごい小顔になるじゃん、めちゃくちゃ変わるねとか、なんかそんなようなことをちょっと一さじ変えるだけですごい劇的な変化だねっていうところまで自己理解が深まっての整形だったら全然いいと思うんだけど、何も特にしてない状態でここも変えてここも変えてここも変えてみたいなことっていうのを繰り返していく整形って、俺多分ね再現がないと思うんだよね。どうやったってさ、もっとこうしたいって生まれると思うの。なぜなら自分に一切の不満がない人っていないと思うから。でその象徴が僕プリクラだと思うんですよ。もうプリクラってさ、今撮るとさ、あのもう化け物じゃんっていう眼球の大きさになるでしょ。あれ気色ない？正直もうさ、なんだろう、巨大瀬川栄子さんみたいな目になるじゃん。みんなボガーンって、もう本当になんかもうアニメじゃないけどさ、なんかこっからこう目がありますみたいな、鼻から眉毛ぐらいまで目ですみたいなさ大きさになったりするじゃん。あれさ、もう怖くね、気持ち悪くねって思うんだけど、あれで納得する人多いでしょ。あれ なんでそうなるんだろうっていうのを考えた時に、多分整形とかあとは加工アプリのレベルを超えてないと納得できないんだと思うのよ、取り手側が。だってあの顧客が喜んでくれるように商品っていうのは出すわけだから、あれで喜んでるってことだと思うのね。でなんであれで喜んでるんだろうっていうふうに考えると、多分そのラインまで加工しないと納得してもらえないんだと思うのよ。顎のラインもさ、俺も本当にさ、目の大きさの10分の1ぐらいのおちょぼ口になったりすると思うの。多分大丈夫です、よろしくお願いします、それの口になっちゃったりすると思うのね。あれにしないと納得いかないんだろうなっていうふうに思うのよ。それがおそらくいい整形悪い整形の悪い整形の方に行くパターンなんじゃないかなっていうふうに思うのね。で自分自身もちょっとあれっていう方向に行ってしまったりとかするし、で周りの人たちにも理解してもらいづらいというか、社会性みたいなのも失っていってしまってみたいなことになっていくんだろうなって思うんですよ。なので自己理解っていうのをすごくする、ぼーっとする時間みたいなものっていうのはすごく必要なんだけど、それをさせまいとしているのが現代社会ですよね。いくらでも情報がショート動画だとか、活字でツイッターで短文で出てくるとか、YouTube とかでもボン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 広告でおすすめで出てくるとか、そんなんばっかりじゃないですか。もうどんどんおすすめで出てきますみたいなのになってるでしょ。でそうなっていくと何が起こるんじゃいっていう話になってくるんですけど、先ほどから言ってる通り、ぼーっとする自己理解を深めていく時間っていうのがない。自分の脳みそっていうのは超短絡的な、外的要因から入っている情報でしか出来上がっていないっていう風になってくると、人を傷つけることっていうのも、意図はなくなっていくし、問題点じゃないんじゃないっていう風に思っていったりとかするし、傷つけているということ自身も、気がつかなくなるという現象が起きてしまったりするでなっちゃって、でもうその快楽に溺れてしまっているから、どん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 それが、ぐる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 と回り始めてしまって、万人を傷つけていって、で傷の舐め合いをして、傷がどんどん大きくなっていって、負のループ、負の連鎖みたいなものっていうのが肥大化していくっていう現状、これが今だと思うんですよね。つまり技術の進歩とともにこうなっているからだって、日本が貧しいからこうなっているっていうこととは決してイコールではないと思うんですよ。因果関係はあるかもしれないけど、イコールではないと思うんですよね。つまり僕らがインターネットを手にするのがおそらく早すぎたんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。
ネットっていうのはどう扱ってどう向き合うべきでっていうのを分かんない状態でポンと一気にマスに広がってしまったから、人間っていうのが間違った使用方法っていうのを総出でやるようになっちゃったっていうのが現代社会なんじゃないかなっていうふうに僕自身は考えていたりするんですけれども、じゃあね、これが未来永劫そうなのかっていうとそんなことないと思うんですよ。っていうのが、まあ、今言った内容っていうのがネットの大きな問題点だと思うんですよね。負の連鎖が何につけても続いていくし、解決の方向に向かうことがないっていうことで、それは人間だったら誰しもがそうなりやすいと、日本もそうなりやすいけれども、まあお隣中国韓国だってそうだし、欧米文化だってみんなそうだけど、それはもう分かったよねってことなんじゃないかなと思うんですよ。それこそこの間友達の YouTuber の家で対談動画みたいのを通りに行った時に、だよねって思ったのが、コメント欄がマジョリティだよねって考えたら、しぼむって言ってたんですよ。これ俺が昔言ってた 99.9% のクレームは当てにならない理論と結構近いんですけれども、最近ね、何度も言ってる通り、プラス思考なものっていうのはコメント欄で書いたりとか X でポストする理由っていうのが特にないと。自分に何か意見があって訴えたいことがあるからつぶやくっていう人がほとんどなわけじゃないですか。で、生地その悪い意見っていうのにグッドボタンっていうのが何個もポンポンポンと押されたりするから、まるでそれを支持している人っていうのが山のようにいるかのように錯覚しがちになってしまうんですけれども、実際はサイレントマジョリティ、物言わぬ視聴者の人だったりとかが一番多いわけですよ。で、その人たちが納得しているかどうかっていうのは数字で見て現れるわけでしょ。だから数字で見てある程度ちゃんと支持を得ることができているんだなっていうことにはちゃんと自信を持っておかないと、何か逐一何かを言ってくる人たちっていうのに全部耳にも傾けていたら絶対潰れるんですよ、そのコンテンツとして。ちょっと牛乳飲みますね。牛乳タイムなんですよ。なので、まあ、変な話なんですけれども、マイナスの意見っていうのが全部正当性を持ってるかっていうと全然そんなことない気がするんですね。で、しかも最近なんか性格悪い人っていっぱいいてさ、直接的にさ、お前なんかやめちまえみたいなこととかっていうのを書かなくても、大人な陰湿な嫌な嫌がらせ文っていうのを書いてくる人たちって山ほどいるわけで、そこはそこでまあ、本当にみっともない集団ですけれども結託してたりするんですよ。だから、ああかわいそうな人たちっていうふうに思いながら冷ややかに見てたりするんだけど、でもだんだん我々は気づいてきたわけですよ。これってマスの意見ではないなって、一部の界隈の意見っていうだけで全体の意見ではないんだなっていうことに、我々はその魔法がもう解け始めているんですよね。てか魔法が解けた人じゃないと多分現状維持ができてないんですよ今。って考えると、まあ、案外悪くない状況ではあるのかなっていうふうに思ったりするんですよ。で、ここから何が起こっていくのかっていうと、回復だと思うんですよ。言葉選ばずに言うと、今多分最悪なんですよ。経済的に貧困化している、おまけにネットがマスに広がったことによって、ものすごく治安が悪くなっている。なんか激烈になんか良くないニュースとか、まあ、良くないことばかりが広がっていく。で、これは何でかっていうと、何につけても悪くアピールした方が視聴数が取れるんですよ。例えばですけれども、円安物価高ってバーって言って、まあ、ごめんなさいね、ちょっと今これすごく省略して言うけど、例えばですけれども物価が上がらない限りは、基本的には給料が上がらないわけですよね。まあ、これが原油の値段が上がっていてその分跳ね上がっているんだったら、収入が上がってないからお給料に還元することっていうのはないんですけれども、基本的にはインフレ傾向、お金を儲けますっていう方向に行った方がお給料自体が上がるから、デフレスパイラルを抜けられたりするから、値上げっていうのが確実に悪いものっていうふうに言い切れるわけではないんですよね。良い側面もあると。でも値上げです、値上げですっていう報道しかしないでしょ。円安についてもそうだし、日本はかつては産業大国だったけど今はもう買うものがないからおしまいだみたいな、インバウンドなんか大して儲かりはしないんだって、最悪最悪みたいなこととかっていうのばかりがつぶやかれるようになってしまっている。
悪い側面ばかりがつぶやかれ、そこにみんなが乗っかるっていう現状が今もう結構極地に来てますよね。完璧に仕上がりつつあると思うんですよ。で、問題はこれ以上悪くなるのかっていうところ。先ほどから言っている通り、今の状態って最悪なんですよ。で、最悪ってことはあと上しかないんだよ。だって最も悪なんだから、これ以上下がることがありませんっていう風になってくれているのであれば、ここからはだんだん上がっていくはずなんですね。で、まず何が上がっていくのかっていうと、ネットの投稿リテラシー、リプラインのリテラシーみたいなものっていうのは間違いなく上がっていくだろうなっていう風には思われるんですよ。で、これが何でかっていうと、あのチャット GPT-4 を含む AI の言語認知活動っていうのがものすごい回数施行されているので、例えば遠回しな嫌味だったとしても、相手を傷つける意思があるかどうかみたいなことだったりとか、そういう部分っていうのが、明確に分かるようになっていくので、それでも網目をかいくぐってやる人っていうのが現れるかもしれないけれども、その AI の網目をかいくぐってまで悪口言いたい人っていうのは相当すごいニッチな人でしょ。ほとんどの人っていうのは多分そんなに感情なく悪口言ってるんですよ。ああこいつ腹立つ、腹立つって書いとこう、マジ腹立つ、俺の目の前から消えろ、二度と出てくんな、ああすっきりした、寝れるみたいな人が多いと思うのね。だからもう根性の恨みだ、親の敵だみたいな感じで見ている人って結構少ないと思うんですよ。それぐらいラフなもんなんですよ。でもそれでパッてつぶやいて弾かれちゃったとか、投稿されませんみたいな風になっちゃったりとかすると、あれなんでされねえんだろうみたいな感じになって、いろいろ何時間何十時間って試行錯誤して、なんとか悪口つぶやけた、やったってなる人って少なくなってくると思うんですよ。なのでこの AI的なものの発話とかの、センサーみたいなものっていうのができるようになったら、できるようになったらそれは大きな進歩だと思うんですよ。そうするとネット環境っていうのがそんなに治安が悪いものでもなくなっていったりすると思うし、割と建設的に議論できる言論空間として生まれ変わっていったりとかする。そしてそうなった時に AI の信頼感とかね、精神的な不幸みたいなものをガンガン押し付けられない分、結構信頼関係が生まれていって、一部の仕事っていうのを譲渡したり任せたりできるようになっていくのではないかなっていうふうに思うんですね。今のあのロボットのウェイトレスみたいなやつとか、ペッパーくんみたいなやつとかもそうとも言えるかもしれないし、まああれもまだまだ精度あれなのかなと思うけど、どちらかというと言語空間、言論空間みたいな方へのトレースっていうのが、割と早くなっていくんじゃないかなという気はするんですよね。で、これが進んでいったことによって、ネットっていうのを安心安全で活用できるっていう風な人たちっていうのがだんだん加速していくと思うんですよ。今まだ持たされてない人とも、牛乳タイム。で、そうなっていくと、あのね、おそらく今早期リタイアしてしまった、ある程度リテラシー高かったネット民っていうのが戻ってくんじゃないかなと思うんですよ。これ先ほど言った通りで、元々のネット民っていうのはね、結構頭良かったし面白かったんですよ。でもその人たちがなんで抜けちゃったかっていうと、民度が下がったからなんですよ。でもじゃあどうなったら戻ってくるんだっていうと、民度が上がったら戻ってくるでしょ。だからそれが上がっていくっていうのがこれから先だっていうふうに考えると、割と明るい、割とここだったら好きかって書いたら面白そうかもっていう人たちがドシャッと戻ってきて、さらに面白いものがネット空間上でクリエイトされるようになっていく可能性も全然あるとは思うし、そうなってくると、おそらくヘイトスピーチをする人たちっていうのの、まあ居場所みたいのが別で用意されるようになっていくんじゃないかなっていうふうにも思うんですよ。で、そこで用意されていったものっていうのは単純に触れ合わなければいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。これなんか例えばなんだけど、さっきの傷の舐め合い理論みたいなさ、なんていうのかな、まあ、相手に対して攻撃的な意見を言うっていうのがさ、ネットのニュースでも普通にテレビのニュースでも、ただ単にその流れてくるものでも、見てて気分良くはなくないですか？これ俺だけなのかな。エンタメになってればまだいいんだけど、ただ悪口を言うっていうのって、なんか見ててプラスになることがない気がするんですよ。で、
そういう風な方向に行こうとした人って、胃の一番で成績が落ちていくんですよ、自分のコンテンツの。うん、ただ結局長生きしないんですよ。で、長生きするコンテンツっていうのは何かっていうと、エンドレスに楽しさっていうものを提供し続くことができているっていう人が割と、うん、そうね、なんかなんだろうな、なんか派遣を取っていくんじゃないかなっていう気がするんですよ。で、そうなった時にやっとリアルな生活っていうのも恵まれていくんじゃないかなと思うんですね。例えば隣ご近所さんとか学校生活とかで目に入っている皆さんっていうのが、少年は悪い人じゃないんだっていう目線で見えるようになって、人のつながりっていうのを大事にしていくようなことっていうのもできていくだろうし、やっとこさネットを手放す時間、ちょっとぼーっとする時間っていうのも生み出されていくのではないかなっていうふうに思うし、このぼーっとしてる時間っていうのが必須科目にもなっていくんじゃないかなと思うんですよ。例えばなんだけどさ、家で映画見んのと映画館で映画見んのって全然違くないですか？家だと絶対スマホ触っちゃうし、なんか急に洗い物し始めちゃったりとか、急になんか、漫画手に取っちゃったりとかいろいろすると思うんですけど、映画館で映画見ると集中するでしょ。あれやっちゃいけないって環境だからだと思うんですよ。触っちゃダメですよって環境になった時に初めて人間は集中できるっていうことが生まれる、だとすると、脱スマホとか、脱 YouTube とかしていけば、本を読んだりとか、映画見たりとかっていうことに対しての集中力っていうのはまだ持続するんじゃないかなというふうには思っていたりするんですね。で、そっちになっていく気がするんですよね。今日気がするって言い過ぎですね、ごめんなさいね。ですよね。で、そうなると結局時代っていうのは巡っていくっていうことじゃないですけど、ぐるんとまた一周して割と健やかな将来が来るんじゃないかっていう風な話をしてたんですよ。だから今が最悪、今すごく悲観的だけれども、これから先明るくなるかもって考えると、割と毎日楽しく生きていけるじゃないですか。やばい、くしゃみ出そう。出ませんでした、まさかの。は、申し訳ない。なんかこれから明るくなっていくって考えると、そんなに今のに対して悲観的にならないでもいいし、ある程度そのね、何かが悪い状態にあるっていう風なことさえ分かっておけば、不安が少なく過ごしていけるのかなと。で、面白いもんで、おそらくなんだけど、人の気持ちが上がっていくと、押し付けられたり押しつぶされたりしなくなっていくと、おそらく経済も回復するんですよ、多少。メンタルの面と同調するところっていうのは大きくあると思うから、そこと合わせて日本がまた世界的に発展できたりとか、それこそ20年30年経ってもうちょっとグローバルな社会っていうのを作れていたりとか、そうですねっていう状態には割となってるんじゃないかなっていうふうには思うので、ぜひぜひ皆さんも、なんかね、暗いニュースばかりで今すぐ明るくなってほしいと思うと思うんですけれども、それはなかなか難しい。だったら明るくなるっていうことを期待して、今ちょっと地道に頑張ることっていうのが大事なんではないでしょうか、というお話でございました。いやー、長く喋りましたね。ちょっと取り留めなかったかもしれないんですけれども、そうね、わかんないよね、こればっかりは。わかんないね。でもいろんな人と話してて聞くのが、今が最悪でこれから明るくなるよっていうのは、ほんと結構いろいろ言われるんですよ。で、まあ結構メディアの責任大きいと思ってて、何を見るにもヘイトスピーチしかないから、なんか見る気失せていくじゃないですか。そんなに悪口ばっかり言うなよっていうふうに思っていくし、しんどくなっていく。悪口ばっかり言うなんていうのは、三流 YouTuber が一人でやっとけばいいことなんだからさ、なんかそんなものをテレビとかで言い取り上げるなよっていうふうなことが思ってるんだけど、ちゃんとそういうところに視点が当てられるというかね、はい、っていう社会になってきたかなっていうふうには思うんですよね。本当にさ、なんかしみじみ思うけど、頑張ってる人が報われる社会になれとは思わないんですよ。それはみんな頑張っているから。だけど
多くの人が頑張っている自分に自信が持てる国にはなってほしいですよね。貧乏は貧乏でプライド持って自信持ってればいいし、金持ちは金持ちで別にちゃんとその自分に自信持ってればいいと思うんです。だからどういう環境、どういう生まれとかどういう生活環境にあっても、自分自身に誇りとプライドっていうのを持って、自己理解を深めて周りとの協調性が持てるっていう状態の国になりさえすれば、あらゆる方面で良い風が吹いていくのではないかなというふうには思います。まあそんな中で、まあ、僕はその良い方向に方向転換できるのかどうかっていうのは分からないんですけれども、でもできると願ってます。そうじゃないと立つ瀬がないし、はい、みんなで未来を良い方向に変えていきましょう。僕からは以上ですかね。ちょっとなんか体力的に疲れたりしてたのもあって、ちょっとぼーっとしてるところがあったらすいません。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんで、この国難と言われている状態を乗り越えていきましょう。バイバイ。